こんにちは。ケンナビ始まりました。今週は北海道大学の平本先生とお伝えします。先生、よろしくお願いします。ますさあ、今日の特集ですけれども、今年5月に放送しました。気になる授業の第2弾ということになりまして、大変あの手前味噌ではございますが、第1弾好評をいただきまして、そうでしたか。はい、あの、石川市のロープウェイだとか。<laughs> あの札幌市内の環状高速道路の話だとか、うんね、AI 信号なんていうのもありましたよねた、えー、大変大きなこう夢を持ったビジョンをご紹介しましたけれども、蚊だったらいいなという授業、いろいろありますということで、えー、今日もそんな気になる授業を見ていこうと思いまして、はい、私たちやってきたのは、JR の定年駅の前です、はい、ここでは一体どんな授業の構想が描かれているのか、早速見ていこうと思います。はい 気になる事業第2弾ということで JR 丁寧駅にやってきた2人実はここ丁寧を巡ってある動きが出ているそれは札幌市営地下鉄東西線を宮の沢駅から丁寧方向へおよそ8キロ延伸するよう求める地域住民からの要望書が6月市に提出されたのだ。 JR があるからいいだろうととんでもない話なんです <laughs> こう語るのはこの活動の中心人物地下鉄東西線低熱延伸規制会連合会の平川会長だ強い台風の時だとか大雪だとか止まるんですけどそれだけじゃないんですバスなんか乗りますとですね札幌の北口の,あのバス停の始発から ここの駅まで来るのに夏場で1時間です。ぴったり1時間。で冬はどのぐらいかと,いうとその場合の2時間かかります。こういうような町であっては活性化なんかは認められないというようなことで、まあ規制会を正式に立ち上げて、え今回札幌市の方に要望書を提出したと。会は定額の町内会や商店街、医療法人、大学など地域の関係者で構成されている。 明治初期に北海道開拓を支える交通の要衝として発展した手稲1989年11月に西区の一部が分かれ新たな区となった人口はおよそ14万人市内10区の中では7番目に多く区ができた当初から3割以上増えた JR 手稲駅の一日の乗降客数はおよそ2万5千人で 札幌駅新千歳空港駅新札幌駅に次いで道内で4番目に多いしかし冬場には大雪でたびたび JR やバスの機能が麻痺それに代わる公共交通機関がないという課題を抱えている2022年の大雪による JR の全線運休は記憶に新しいところだ こうしたことを背景に、延伸構想には多くの期待が寄せられている。 先生私たちが今やってきましたのは、はいえー、北海道科学大学大です、えー、素敵なキャンパスです、ね、すごいですね、きれいですね、はい、この場所はですね、はい、先ほどの JR 手稲駅からバスで10分ほど移動した場所にある,るそうすると学生さんも教職員の方もきっと手稲駅を利用して、こちららにいっっしゃってるんでですすかねね、うん、そうですね、えー、自転車の学生さんもいっぱいいましたから、ねはい、きっとそういった形でここまで来ていると思います。うん、はい 今回ですね、えー、市長に手渡しました要望書というのがあるんですけれども、えー、この資料作りには、えー、ここの学生の皆さんも携わったということでああなるほど自分事として関われるから規制会の事務局が置かれている北海道科学大学大敷地内には去年4月高校の新校舎も完成。 高校から大学まで一貫教育を行っている地下鉄が延伸されれば、多くの学生や生徒が利用することになる今、こちらのキャンパスには、はい、高校と大学と含めて、どのくらいの学生の皆さんが通勤、通学していますか、はいえー、と今、950人ですね、3学年も、はい。大学生が4500人ぐらい、で<ー>教職員が400ちょっといますので、大体6000名がこのキャンパスには。 その高校の生徒さんやあるいは大学の学生さんっていうのは主な数学の手段っていうのは大体ううい、はい、いい高校生は3分の2ぐらいが電車で来てバスで来たりあの北の方だとバスで来たりする、はい、大学生は大体いい半数が公共交通機関大体いい2000名強ぐらいですかね。 使ってます今回地下鉄の東西線を宮ノ沢駅から手稲、はいはい、そしてこの科学大学までということでご要望ということなんですけどもこれその間に駅っていうのはいくつぐらいできる予定なんですか、はいえー、と宮ノ沢から手稲駅までは4キロか5キロありますので大体、はい、2>, いい2駅ぐらい,いあ、い駅途中。そうするとまあ近隣の人も、まあ、JR と並行して走ってますけども、えーうん、もっと上の方の人とか、はい、とい利用できるかなと思ってますで、えー 学生の関心も高い地下鉄延伸事務局は延伸後の収支を試算それによれば大体いい2000億ぐらいまあそこまで引いてくるとかかるっていう試算なんですけども大体 1>,、はい、いい1日の利用数ですとか試算すると30年間で黒字化できるだろうというような、まあ、本当の試算ですけどもすいわゆる国の基準はじゃあ満たすす、ね、クリアできてるだろうということで試算しております、はい 事務局は国内で最も新しい仙台市の地下鉄整備事業をもとに建設費を試算それによれば定年延伸の1キロ当たりの建設費はおよそ260億円で8キロ伸ばすとなると2080億円になる利用者数は現在の JR の乗車人数から一日当たり2万6700人と想定 年間の運賃収入はおよそ66億円になり、運賃の引き上げも加味すると、国が認可の目安とする30年で召喚できるというわけだ。小樽から定年間を一方向につながることによって、向こうからっていうのはどのぐらいか予想つかないぐらい入りますね、多分。プラスあるな、えー、と、非常に大きいんです、これは。ですから、これは資産の中に入れてないということですが、私どもとしては30年かからないなと。 下手すると25年ぐらいじゃないかと思ってるんですよこの丁寧延伸の要望について札幌市は札幌市全体的な公共交通の将来の需要推計というのを行っておりまして、えー、その際に、えーまあ、今後人口減少局面というのを迎えてまいりますそういった中で交通需要という面において今後大量の輸送機関 を導入しなければならないような需要が発生しないのではないかということが確認されており、手稲方面につきましては、事業採算性を検証するような状況に至っていないと、でかつ、やはり JR が配置されていることから、慎重に対応していか,いかなければならないのかなという考えでございます市は事業化は難しいという考えのようだが。 規制会は延伸を求める住民の声が増え続けていることからそれを支えに活動を継続する構えだ許可を受けるまでの努力をこれからもどんどんしていきたいというふうに思っておりますまあ皆さんもです、ね、この地下鉄延伸によってさらにこの低陸がますます活性化されていくことを祈りながら我々は運動を続けていきたいというふうに思っておりますよろしくお願いいたします 先生ここまで、はい、東西線の延伸にまつわる構想ということでししたががいかかででょうかあの規制会を中心に2万8,000人分署名を集めているでこれはやっぱりその住民の方々の熱望感というのがよく伝わってきますよね。です、うん、から JR の手稲駅も利用者数が増えているということで、うん、そういう意味ではその地下鉄が来ることによって特に冬 雪のせいで JR が動かない時にもう一つ都心にアクセスできる主要な交通手段があるっていうことは住民の方にとってすごくプラスですよね、うん、一方で大学って年のうち大体45か月お休みなんですよ夏休み春休みあ冬休みもあってあ<ー>そうするとその間意外と学生さん通ってこなかったり、ね、高校生の方もまあ部活で来たりはするかもしれないで。そういうようなそのどういよなどしても 期間変動があるのが大学というビジネスでしてそう,で、ね、でそういうような時にその最後手稲駅から科学大までのところに、うん、もう一駅もう一区間伸ばすためにどういう取り組みがあるんだろうなってことを思いますと<ー>一方で札幌市も人口が減少していく中で、うん、膨大な投資をして 非常に大なななインフラを作らなくてはいけないけそのことが将来の負担になる可能性もゼロではないことを考えた時に地下鉄だけが全てではない結,結局はその公共交通手段としてアクセスが良くなることが大事なんでん地下鉄も含めたいろんな可能性を考えた上で札幌の将来のまちづくりっていうのはですね一番いい形で実現するのがいいんだろうなということを今日の,あの取材を通じて感じた次第です。 もちろん地下鉄が伸びてくれれば一番いいですけれども,、うん、もそれにこだわらずそうです、ね、いろんな公共交通の手段というのは検討していく必要があるかもしれませんねロープウェイも含めた次世代型の交通インフラということもいろんなところで提案されていますので、うん、そういったいろいろなその状況に合わせた交通モードを上手に組み合わせながらこれから人口が減少していく中で都市としての発展をどう設計するかということが、まあ、とても重要になると思います。うん そして今日はもう1つ気になる業を見ていいこううと思ますもつはですね北海道新幹線も関連するある場所なんですけれども、先生、お察ししでょうか青函トンネルをもう一つ掘ってはどうかという、そういうお話ですねそうです、まさに現在の青函トンネルは開業35年が経ちましたけれども、そのトンネルに並行する形で、第2青函トンネル、これを建設するという構想があるんですね。見ていきましょう こちらは第二青函トンネルの構想案の一つ大手ゼネコンや総合商社などが作る政策提言を行う組織日本プロジェクト産業協議会の手によるものだ北大公共政策大学院の石井客員教授プロジェクトの中心的な存在だ陸路で、えー、本州とつながってないところ北海道と、まあ、沖縄 2つがだから、まあ、実質離島として残されているというでそのことのまあ影響っていうのはやっぱり、えー、交流があの自動車ベースの交流ができないから相対のやっぱり交流の動きが小さいっていうこともありますし、まあ、当然交流のコストが高いっていう問題があるわけです。 北海道から本州への物流の中心は船で、全体の9割を占めるのが現状。ただ、全国とつながる道路や鉄道は、実現すれば使い勝手が良く、輸送効率も向上するため、現在の船優位の構図を大きく変える可能性がある。提案した時の、おおよその金額ってのが、7000億ぐらいでトンネル本体ができるんじゃないかっていうような、 見込みででございましたの、まあ、7,000億っていうと第一青函トンネルがだいたいそれぐらいの金額かかっているっていうことですしまあ四国の三本の橋は2兆4,000億かかっているっていうようなものですからあ,のある意味では費用対効果っていうことでもまあかなり期待できるプロジェクトになるんじゃないかっていうそういったあの背景もございます。 有力な案は上部を自動運転車の専用道路下部を貨物列車の線路として活用する内容現在の青函トンネル内は新幹線と貨物列車が共に走っているが第二青函トンネルができれば一方を新幹線もう一方を貨物列車の専用トンネルとすることが可能にそうなるとすれ違う際に新幹線を減速する必要がなく 東京への所要時間も短縮できるという発想だこの構想の実現に向けて動いている自治体が道南の福島町だ現在の青函トンネルの工事には多くの町民が関わった町民の多くの方々。今でもあの 全国でトンネルマンとして活躍していますし今は特にあの北海道新幹線の関係で道内にトンネルマンとして働いていますので、まあ、そういった方々はやっぱりですねあの自分の掘ったトンネルを新幹線が最大速度で走ることを夢見て、えー、頑張ったと思うんですね。まあ、それがなかなかか マックスで走れない状況がありますので、われわれとしてはしっかりそのその新幹線が最大速度で走れる条件をです、ね、整えるには、第二生間が必要ではないのかなという思いに至って、まあ、そういったあの町民の思いも代弁する形で,です、ね、構想を今、発信させていただいているところであります上り旗やパンフレットも作成、機運が盛り上がる中、公用車もこんな姿に。 第二青函トンネル構想を PR するためにラッピングしたマイクロバスと軽ワゴ車になりますでマイクロバスは町外の方も走ることありますのでまあ,あいろんな PR に活用できると考えております第二青函トンネル構想の実現を目指す会も設立すでに800を超える企業や個人が賛同し入会している2030年 まあこれちょっと伸びたとしても、えー、その時からです、ね、風景が変わると言ってるんですよ、まあ、北海道の人たちが新幹線を利用し始めると多分今はほぼほぼあの東京行くにしても飛行機道民の方々が、えー、大半新幹線を今度利用するんだと思うんですねそうすると本当にその新幹線の利便性というのが、あのー、認識されてきますので、まあ、そこのところで。 あの少し潮目が変わってくるかなという気がしてますんで、それをわれわれとしては目指しながら、今、地道な活動を展開しているところでありますこちらは青函トンネルの本州側入り口の場所となっております。 こちらは青函トンネル入り口広場といっておりまして、普段は観光客の皆様が訪れて青函トンネルの新幹線の通過を撮影したりと、町の観光名所の一つとなっております青森県今別町にある奥津軽今別駅、本州で最も北にある新幹線の駅だ福島町からは津軽海峡を挟んだ対岸にある。 ここ今別町も、第二青函トンネル構想を推し進めようとしているもちろん、これは地方自治体が力を合わせたところでできるというものではないと思ってましたので、まあ、当然、国策レベルの事業ですから、非常に慎重に進める必要があると捉えております。ですけれども、同時にあの地域の地元の声というのが非常に大きい要因の一つになると思っておりますので、私どもでできることに関してはえと、機運調整に努めて、 地域の声を大きくくしていくことに注力すすることと捉えております今年6月には地元の国会議員を中心に勉強会を開催今別、福島の両町長も参加し地元の思いを伝えた今月もトンネル構想案を手掛けた有識者の講演会を開くという。 まあ、とにかくあの広くあの呼びかけることで、ね、知ってもらうということが一番大事ななのかなと思っております今年度予定しておりますのは、えー、と一緒にです、ねえー、と北海道や青森県の選出の国会議員の皆,皆様に対して、えーと、要望活動を行っていきたいと考えております第二青函トンネル構想が現実のものとなった場合、事業化されるまでには最速で10年かかるということだが。 長いいい時間をかけてはいられない事情もありそうだ日本の投資余力があのそんなに長くあるとは思えないのでやっぱその投資余力があるうちに何とか実現しなくちゃいけないということが一つそれとやっぱ北海道って案外こう大規模公共事業ってやってるようでやってないんですね。 でまあ、やってないこと自体がいい悪いというよりはやっぱりあの経済に大きなインパクトを与える事業というのがなかなかこれまでなかったということなんでやっぱり未来の北海道経済の自立ということを考えると、まあ、速やかにあの議論して、えー、必要だというようなことの認知が進めばあのそれがあのより早くできる <laughs> あの流れにつながると思ってます。 やはり北海道新幹線の延伸が完了してから、ええというようなところもあると思いますけれども、うんはい、この第二青函トンネルの構想については、ええまあ、ご存知の通り青函トンネルは新幹線と貨物が共用しているせいで新幹線のスピードが上げられない、うん、でこのことによって、まあ、今ですと新函,函館北斗と東京との間のまあ速達性がどうしても阻害されちゃっているわけですね。うん、それにに加えててもし仮に第二青函トンネルができて 自動車道路も開通することになると、うんはい、ある意味北海道と本州が車でも一きできるようになるというのは道民の悲願ですよね、うん、でそういう点であの、まあ、北海道に対する経済効果物流の面も含めてでそれからその複数の交通手段を持っているという点でも意味があると思います。よねただ、うん、とてつもないお金かかる 事業でであることは確かですそれからちょっとマニアックな視点でいきますと、はい、今あの既存の青函トンネルって鉄道が走ってるだけじゃなくていろいろな光ファイバーケーブルだとか、うん、あるいはあの北海道と本州をつなぐ電力の系統線だとかが走っているんですがこれの付設スペースがもうそろそろ限界に達していると言われています。でで、うん、ですの今今後例えば北海道 GX がが盛り上がっていてい 再生可能エネルギーを本州にに送ろううなんていう時に海底ケーブルを想定しているんですけどもしこの青函トンネルができて青函トンネルの中をそういったケーブルを走らせることができればメンテナンスの費用などもずっと安くなることが想定されますですので単なる交通インフラ物流インフラとしてだけではない可能性を海底トンネルというのは持っているので北海道経済にとってのインパクトという意味で生きてるうちにできたらいいな。<laughs> ねえー、需要の幅が広がればその分、実現の可能性ももしかするとちょっとアップするかもしれないですね、改めまして今日も非常に気になる事業を見てままいりましたけれども、えーねはい、あの実現したら素晴らしいと思いますしただ一方で経済性の問題、収益性の問題そういったあの乗り越えなくてはいけない課題がたくさんあるそういった事業だと思うんですね。ただやっぱりあの これから人口が減っていくってことはしばしば言われているんだけどもその中でとは言ってもその我々住み続けていくんで町としての魅力を高める利便性を高めるために地下鉄の延伸であるとかロープウェイを持ってくるであるとかそういったでさまざまな交通インフラを整備することによって、うん、やっぱりトータルでの魅力度を上げていく。移住移住民してくる人をいいっぱい よあのー、取ってきましょうっていうとなんかあの人口の取り合いになっちゃうんだけどもそういうことだけではないんだけれどもその利便性を高めで場合によってはそういったその交通インフラが結節している場所に人が集まってくるみたいなコンパクトシティ化なども視野に入れて、まあ、将来のまちづくりっていうのがです、ね、よりいい方向で進んでいくことがとても大事だろうなというふうに思います。 本当にこう可能性の種まきが大事なのかなって感じですね。そうですね。いいですね。可能性の種まき、いいお言葉ですね。<laughs> それ、はい。はい。これからも気になる授業は一つでも叶う日が来ることを願いながら追っていきたいと思います。うん、そうです、ね。はい。はい。先生、ありがとうございます。どうもありがとうございます。それでは今週の経済ナビはこの辺で失礼します。また来週です。